ダークネスゲーム、シュラです。今回なんですけども、まあ5600到達したし、まあやってほしいこととかもね、特にコメント欄に来てないんで、無課金展開道をやっていこうと思います。使うデッキはペッカ工場のゴーストダークプリ型です。はい、では対戦よろしくお願いします。アイテック、ゴリマイヤーさん。ザ・ビッグ・フィードということで、フィードがどういう意味かわかんないんですけど、まあ強そうな相手ですね。で、こういうやつにはまあロイヤルゴースト当ててあげれば全然いいので、いいんですけど、これゴーストを出すタイミングちょっと遅らせた方が、まあダメージ食らわずに済んだが、ちょっと、それはダメじゃね？それは聞いてない。これまずデッカでムートを阻止した上で、迫撃、あ、でもな、あれゴーストがまあまあダメージ与えてくから、右のハンターはあれガン無視して、左これ枯渇とかなんかつけてくっかな。なんかね、うん、そうなんだよね。やっぱ、やりゴブとかでやってくから、マジャチャつけてもよかったな。マジャチャつけてもよかったんだけど、これ多分ね、ディガーとか多分また咲くと思うんですよ。あ、ナイトか。まあ、ナイトでもどっちでもいいんですけど、そしたらここからね、マジャチャ出してあげれば、まあ、いっぱい貫いてくれるでしょうと。はいはいはい。もう全然ね、タルトがもうそんな甘いですよ、甘い。やっちまった。なんて場所にダック振り出してんだ。甘えてんのは僕だったわ。甘えてんのは僕だったんですけど、多分相手のまたムートで防衛してきて、で、これに迫撃砲も合わせるんで、うん、めんどいっすね。あれがとにかく邪魔なんですけど、どうしたらいいかな。ここのエルビスでムート反応せずに、あ、できるね。そう、倒してくれ、あの迫撃砲。迫撃砲を倒してさえくれれば、もう僕はね、何も怖がることなくペッカを出すことができるが、アドは取ってる。アドは取ってると信じて、ペッカ出して。うん、やりゴブもね、全無視ですよ、全無視。全無視したところで、どうせ300ダメージぐらいとかしか食らわ。結構食らったな。これ400は食らったな。400は食らったんですけど、相手ね、今多分、ナイトぐらいしかいないよね。そしたら、あるのがタルババとかなんで、これ工場つけてよくって。で、そうだな。あ、マジか。ポイズンも貼るか。ポイズンまで貼っちゃって。で、ナイトを早めに倒してくれるかな。あ、全然コーズルがね、入れば OK なんですよ。で、相手多分ファイボットが持ってないんで、マジックアーチャーを下目に展開しつつの、やりゴブは倒してくれるから、あー、なるほどね、なるほど。とりあえずあのムートだけは、いい感じに処理できればいいんですけど、ここロイヤルゴースト右とかに回せば、多分相手対応できないので、迫撃砲相手回ってるよな。この工場意味なかったな。意味なかったんですけど、あ、でも倒してくれたらそれでいいや。で、相手のね、意味わかんないムートだとかそういう系は全部ペッカでうまい具合に処理していきましょうと。で、このポイズンもね、スケラの防衛に使っていきましょう。これね、全然アドツが1コストお得にはなるけど、守れるかっつったら微妙ですよね。で、ムートはうまい感じにこのダクリペシュってやってあげれば、まあ、このバーバリアンごと倒してくれるんで、そしたら、またムートが、これ来たら多分スケラ繋げてくるんですけど、全然問題ないっすね。迫撃スケラってマジ、強すぎね、お前。これマジックアーチャーでバシバシしてあげて、うまい具合にザップで守ってあげた上で、そうだな、ロイヤルゴースト出せば、うまい感じ守れないかな。守れなさそうっすね。あ、これペッカ入るんじゃね？ペッカ入らない。入らないんですけど、ハンターまであんのが相手のデッキ。ハンターまであるんだったら若干めんどくさいなぁ。めんどくさいんだけど、ここら辺からペッカ出してあげればさすがに迫撃は抑えられる。これダクプリつけたら多分止まんねえよな。つける。あ、つけるが先行してなかったわ。で、ここバシュってやってあげて、お、工場入るよ、工場入るぞ。それでバシュバシュやって、はい、グッドゲーム。じゃあ次の試合もやっていきましょう。相手、ドクロ JFO。ドクロさんですね。まあ読み方わかんないですけど、なんか強そうな風格が漂ってきますね。まあ僕のペッ、あ、エレジャイはね、ペッカじゃ、まあ、多分、4対6ぐらいの相性ですかね。僕が上手かったら、まあ、相手はできないような感じではないです。ペッカがいる分ね、まだ、立ち回りがしやすい方だと思うので、相手に早めにトルネ使ってもらえたらいいんですけど、ダクプリがめんどくさいね。ダクプリがめんどくさいんですけど、とりあえずエレジャイまず早めに倒してくれれば、あとはペッカが全部ペッペッてしてくれるので、で、相手のデッキね、多分トルネライトニングとかだと思うので、ここね、マジアチャの前に工場ババリアンつけてあげれば、だいぶ延命ができるんですよ。で、相手、ごぼうりとか出してくっかな、あるね。ごぼうりあるんですけど、まあ相手にね、タルババだとか使わせた時点でもう、こっちの勝ちみたいなところがあるんで、そしたらそうですね、後ろ目に、リベンジゴブリンをロイヤルゴーストとかで受けてあげれば、まあいいかな。
OKOK。 そしたら相手これに対してはまた何か使ってくるので、そうっすね、アイスウィザーさすがにポイズンで消すか。あーなるほどね。え、アイスウィズのせいでちょっとゴーストによるキング起動がなかったんですけど、まあいいかな。これダークプリンス出してあげて、相手もダークプリあるかな。マジアチャで貫きたいっすね。あーやっぱり来るね。貫きたいんですけど、来るかな、来るよね。ここら辺にマジックアーチャー出してあげれば、うまい感じバシバシやってあげることが愛できますね。そしたらこれはね、エレジャイさすがに守ってあげて、そうっすね、ダックプリ結構食らうんすけど、倒してくれ、倒せ、倒せ、倒せ、まあいいか。オッケーオッケー。そしたら、ダメージリーダー取ってるので、うまい感じに防衛していければなって感じなんですけど、残り1分、残り1分か。右にバワー割いて、これにゴボリ割いてくれれば楽なんだけど、ペッカワンチャン入るんじゃね？入んないか。まあ入っても入んなくてもって感じで、相手コスト使ったのには変わらないんですけど、そうっすね。そしたらこの骨たちは、エレクトロウィザードさえいれば、なんとかしてくれるので、あとはダックプリ出して延命してもらって、右のこのゴーストはさすがに意味ないかな。ポイズンでこれ全部消しちゃって、ああ、なるほどな。そしたら相手、エレクトロジェントまでつけてきたいと思うので、そうっすね。ダックプリもウィザードもこんな感じでうまい具合に処理していって、相手トルネあるんすけど、トルネ使わせれるか、これ。うまい感じにこのエレクトロウィザード使って直していきたいが、オッケーオッケー。そしたら右工場単体でこれ出してあげて、で、左ダックプリで、とどめつうか、あれ、蓋してあげれば、もううまい具合に処理はできるかな。はいはいはいと。そしたら右のこのね、リベンジコブリは倒してくれるし、ダックプリもこれうまい具合に処理してくれるんじゃね。はい、オッケーオッケー。そしたら相手トルネ使おうがね、使わまいが全然関係ないんで、コストも溜まって、あとはエレクトロジャイアントが来るのを、ここら辺で待ってあげるだけですね。で、来るかな、来るね。来るんすけど、これ、外側、ちょっと遠めにエレクトロウィザード出してあげれば、相手トルネとかするね、暇もないと思うんで、そしたら、このね、ペッカエレキの形組めてる間に工場ババリアン追加してあげて、右ロイヤルゴーストとか打ってあげればさすがに、お、相手諦めたかな。はい、これが鉄壁の防衛力、ダックプリゴースト型のペッカ工場です。グッドゲーム。さあ、運命の3試合目やっていきましょう。お相手、ベニー954。いや、読み方わかんねえや。954かな。よろしくお願いします。はい。これね、さっき言った通り、遅めにロイヤルゴーストを出してあげれば、まあ、ロイヤルゴーストにダメージが食らわずに処理できるよって話です。で、ベビドラ来たんでめんどくさいんで、左になんか咲かせますか。で、あのゴーストにね、さすがに、おーっと、なるほど、そう来たか。そう来ちゃったら、エレビスここ出してあげて、相手スケラかな、ボムタワーにトルネにベビってきたら、これもうスケラだと思うんですけど、キング起動が痛いっすね。ここマジックアーチャーで早めにこうシパシパしてあげれれば、相手多分特にね、やることもないと思うんですけど、ダックプリで抑えてあげつつ、はい、シパシパでね、結構稼げましたね。そしたら相手、ゴボウリ型じゃないからまだ楽か。いや、そんなことはない。これバシュって入ってくれればもうザップでバシュって、あ、死なないんですね、これが。面白いですよね。まあ、あれはさすがに矢の一発で倒せるんで問題はないかなって感じです。で、そしたら相手今あんのが、ナイトとベビドラ回ってっかな。ペッカ後ろから出してあげて、あのベビドラにね、スケラつけてきたらうまいんですけど、さすがにこっちにはね、エレクトロウィザードとかあるんで、こんな感じでポイズン打ってあげて、そうっすね、ベビドラが痛いんですけど、あ、全然処理してくれるね、ポイズン。ポイズンをね、ちょっとだけ前に、タワーの前に出してあげることでね、ナイトだとか、その辺、その他もろもろ、うまい感じに処理してくれるんで、お相手そこのナイトやってね、またマジックアーチャーで貫かれるよ。で、そしたら、まあ、そうっすよね。そのボムタワーとか来るんですけど、これつけちゃってよくね。相手特に何も出せない気がするんですよ。で、まあ、ワンチャンローリングバーバリアンとか来るかなって感じだけど、さすがに、はい、入らないんですね、これが。入らないんですけど、結構ダメージは稼げてるので、あのバーバリアンさえ倒してくれれば、あとはアイスウィザードを倒すだけでいいかな。で、バーバリアン倒してもらって、そうだな、ペッカ後ろから展開しますか。で、この、防衛最強の2体は、さすがにベビドラとかにやられちゃうんで、そうですね。真ん中ら辺からマジックアーチャーを展開しときつつの、ベビドラを早めに倒して、そうですね。ここでポイズン使ってくれるんで、そしたらもう安全に、エレクトロウィザードを出すことができるって感じです。
はい、でそしたらあいつらも全員ポイズンで倒しちゃって、スケラにねポイズンなるべく使いたいんすけど、まあそれちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっとどころじゃなく危ない。これ後ろは守ってもらって、そうっすね、こうやってザップとかでうまい感じやってあげればまあいいかな。まあダメージ食らってないわけじゃないけど、ベビドラがいて痛すぎ、お前ベビドラめちゃくちゃ痛いんすけど、ここ工場出してあげればナイトとか来るかな。いやポイズン打つか、ポイズン打ってダクプリが倒してくれるんで、そしたらここダクプリも追加してナイト咲かせましょう。ナイト咲かせたら、あベビドラそこでもいいな、いやそこじゃダメか、ここをマジックアーチャー出してあげてシュパシュパしてもらおう、シュパシュパしてもらってしてもらったら、そうだな、そしたらエレクトロウィザード出すか、エレクトロウィザード出して、ここゴーストで延命してポイズンかな。さすがにこれで守れるんじゃねえかな、守れなさそうだな、これ守れなさそう。あ、グッドゲームですね、グッドゲーム。はい、ということでね、最後負けちゃったんすけど、まあ相手66だからしょうがないか、いやしょうがなくない、これも PS で覆せるようになんないとな。ユーノとかよりはね、スケラとかには、スケラとかコカツには強くなるデッキなので、あとウルトラレアじゃなくてスーパーレアっつうのもいいですね。無課金とかでね、工場、ペッカ工場使いたいなーっつう人は、ダクプリゴースト型も、まあ、個人的にはおすすめです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。